おい、ティム、予告してくれよ。え？予告もなしに発表とかやめてくれよ。前もティム、予告もなしに俺のとこ来たよな、福井県な、英治とかな、まあまあ近いよ、車で行ったら。予告してくれ。ほんで今回、え？ティム、予告なしにさ、発表したよな。そう、新しい MacBook Pro 14インチ16インチそして Mac Mini だ。困ったもんだ。朝起きてこの通りだよ。ケイちゃんも起きてきて、今日はなぜだかお父さんってくっついてきてる。マジで可愛いぞ娘な。まあ、というわけで今日は、あんまり声のボリューム上げずにね、新しく発表されたものを見ていきましょう。さあ、ということで、もう朝起きたらびっくりだね。ただあんまりそのね、大げさにさ、今から発表するぜみたいなのないから、なんかマイナーアップデート的な、まあ、確かに M1 の時はね、もうよく発表会やりますぜみたいなのやってたんだけども、 M2 になってからさっとやるようになりました。今現在この私が使ってるノート PC だね、持ち歩くのには便利ということで外出る時これよく使ってます。ただ M1 から M2 になるにあたってめちゃくちゃパワーアップしたかというと、そこまででもない。まあでも従来も似たようなもんなんだけど、ね、2割3割ぐらい上がったんじゃねえのみたいな感じのものでございます。今回の M2 なんですけども、 M2 だけでなくね、 M2 Pro、 M2 Max の2つが新しくね、チップセットがね、出てしまったんですよ。さてそこら辺がね、どのぐらいパワーアップしたのか、そしてまたね、価格的なもんですね、そちら見ていきたいなと思います。まず言うのが、YouTuber で特にクリエイティブ系かな、人気が高いやつね、 M2MAX を搭載したものですね。ほんで今回、M2MAX を搭載したのが MacBook Pro の14インチと16インチそれぞれ2つのモデルですね。ほんで Mac Mini に関しては M2 搭載と、M2プロが搭載されております。ほんでこの M2 と M2 プロ、 M2 MAX の違いはというと、まあ、処理能力の高さでございますね。足りなきゃ足せばいいみたいな精神があるので、 M2 よりも M2 プロの方がちょっとなんかチップセット大きくなって、なんか足したみたいな感じになってるような感じなんだけど、そして M2 MAX はさらにいっぱい足しましたよみたいなね、そもそもの面積が大きくなってると。まあ、とりあえず、今回一番注目のMacBook Pro を見ていきましょう。さあ、ということで、縛られない、計り知れない、ただものじゃないということで、 M2 Pro または M2 Max の驚異的なパワー内蔵 MacBook Pro がかつてないほどパワフルなのに、電力効率に優れたマシンに進化しました。電源につながなくても、並外れたパフォーマンスを発揮し、バッテリー駆動時間はさらに長くなり、美しい、リクイッドリテナ XDR ディスプレイと必要なポートを全て搭載、これ以上のプロ向けノートブックは他にありませんということで、はい、2月3日発売でございます。他にもパワーアップした部分がございまして、価格パワーアップしております。28,800円からでございます。以前発売した時は下の値段いくらからだったんでしょうか。今ね、円安の影響もございまして、値段がどんどんと上がってってる。ただ、ね、最近円高にちょっとずつ触れ始めてるから、今回はそれちょっと適用されてるかどうかはちょっとわからないんだけども、将来的に安くなっていく可能性はあんのかな。一回価格高くなるとね、そっからなかなか下がんないあるあるですよね。なんとか次の iPhone が発売されるまでにもうちょっと円高いってほしいなっていうのが散財系 YouTuber の心の声でございます。さあ、そんで今回発売されたのが M2 Pro と M2 Max。 ちょっと下の方を見てみると、最大12コアの CPU、 最大19コアの GPU ってなってるんですけども、 MAX の方になると、最大12コア CPU、 ここは一緒なんですよ。ただ最大38コアの GPU ということで、なんか2倍近くにパワーアップしてるんですよね。ほんで下の方を見ていくと、メモリも違ってきます。プロだと 32GB までしか使えなかったのが、なんと MAX になることで 96GB になり、メモリ帯域幅も 200GB から 400GB の方に変化すると。ほんで今ですね、
プロとマックスあるんですけども、まあ、YouTuber 的にというか私の周りでプロ使ってる方はね、すごい少ないですね。 M1 プロもうみんなねマックスにもう全振り、長く使うもんだからみたいな感じでマックスの方に全振りしてる感じでございます。まあ、確かになって、毎日使うようなもんだから確かに少しでもいいものを使っていきたいよなっていうのでその気持ち分かるような気がする。だから多分ね値段高くなっても圧倒的にやっぱマックスの売れ行きの方がね非常に高いんじゃないのかなと思います。プロとマックスで、他にもいろいろ違いがあって、プロの場合は今こっち見て分かるように最大2台の外部ディスプレイに対応ということでございます。まあでも2つあったら十分だよね。ただマックスの方に切り替わりますと最大4台の、外部ディスプレイに対応ということで私の周りの人らですね、まあこれ開いて作業してる人ももちろんいるんだけど もうこれを閉じてクラムシェルモードっていうのかな、閉じて、ほんで外部のキーボード、外部の、ね、マウスで、外部のディスプレイを1台なり2台を使ってこういう形でね、もう閉じたまんまで使うって人がね、非常に多い。ほんで外に持ち出す時にこのまんま持ち歩くといったものになっております。いやいやいや、どのぐらいいろいろとパワーアップしたのって気になるところじゃないですか。はい、こちらちょっと記載がございます。はい、M2 Pro と M2 Max のパワーをインテルベースの MacBook Pro と比べよ。かわいそう、比べんなし、インテルとね。はい、下の方にこうやってグラフが出てるんですけども、もうこれね、Apple の悪いとこ、ティムの悪いとこなんだけど、はい、こちらあくまでファイナルカットプロの、プロレズ、そっちのパフォーマンス多分一番差が出るやつです。結構数字マジックが多いから、はい、ここら辺マジでアップルさん気をつけてください。ただ、昔のものにも比べるとプロ搭載のやつで 11.6 倍、ほんで MacBook Pro ね MAX のもので 15.9 倍となっております。ほんでね、このいやらしいのがM1 Max 搭載の MacBook Pro って下あると思うんだけど倍率書いてませんいやらしい。ただね、この間の感じがあるから M2 Pro の方が M1 Max よりも性能は低いんですね。これこの世代違うのにね性能低くなっております。おそらく13倍だから、13倍が16倍近くになるから2割ぐらいちょっと上がったのかなといった感じな。そんなことないから、3割ぐらい上がるのかな。ちょっと16インチモデルポチッと押してみると、そうだよね、16インチモデルでやめい、この昔のやつと比べる7倍が 9.4 倍、下のやつ見るとね、やっぱ8倍ぐらいかなって。だから8倍が 9.4 倍、だから1.2倍、お2割ぐらい良くなったのかなっていうような感じがするよね。 M1 Max ね、分かりづらいよねこれ、書かないんだよ。しかもまだ M1 シリーズって M1 ウルトラがあったんだけど、私ウルトラのやつね買ったんですけど、いろいろ自分の使ってる環境でやってみたら差がね出なかったり、むしろね遅かったりしたのでやめました。なんかいろいろねあるんだと思うね、足してみたいな感じになってるから。あ、お母さんまんまんどこ行く？はい、卒業です、まんま。はい、あー、なんか軽くなった。はい、というわけでいきましょうか。まあ、ウルトラの方で言うとね、パフォーマンス M2 Max よりも、もっと上です。もっと上の世界なんですけども、そこまでねこの数字上のやつがね出なかったりするっていうのが不思議なとこですね。ほんで横の方とかねサイド見てみると、まあここら辺は似たような感じですね。 HDMI の出力端子もあるし、サンダーボルト4、マグセーフ3ね。そんで今回、ちょっと横並べてみました。14インチと16インチ、ほんで Mac Studio、 はい、こっちちょっと並べてみたんですけども、基本的にやっぱ現在の最高のものは Mac Studio の方になってます。はい、こちら見て分かるように、CPU の数とかもね、とにかく数が多い、ただ数が多いから最適化っていうのがね、ソフトウェアごとによって全然違ってくるから、それだけ全てを、ね、使い切れないっていうパターンもいっぱいあります。そんでね、ポイントは持ち運びとか皆さんの使い方になってくると思うんだけど、重量が14インチのやつはね1.6kg、 ほんで MAX モデルは 1.63kg になります。そんで、16インチの方になってくると 2.15 と 2.16 になってますね、 MAX モデル。だから 500g 差があるんですよね。まあ、そういうわけで意外や意外、16インチ画面も全部大きくてじゃなくて、こんな感じでクラムシェルモードで使う、閉じたまま使う方が多いので、周りの方では14インチの MAX モデルを使う方ってのが多いんです。ただね、今回マックミニ、これもポイントっすよ。マックミニ
なぜなのかというと価格です。今ねちょっと Mac mini、横並べましたけども、はい、まずこれ見て分かるように、M2 と M2 Pro で、MAX ないです。ただこの M2 使ってみたいなと、 M2 のチップ使ってみたい、ただできるだけ安くしたい、ほんで移動とかないっていう時に、なんとですよ、はい、こちら価格見ましょうね、14インチ16インチとありますけども、28万8800円、34万8800円、なんとミニ8万4800円、ついに10万円、切りました。まあ、ただもちろんねカスタマイズすると値段はねゴリゴリに上がってくんだけども、安く M2 を使いたい、安く M2 Pro を使いたいっていう方にとってはベリーグッド。ちなみに、M2 Pro に、あ結構高くなんだろう、 M2 Pro になると、18万4800円になります、からスタートですね、まあまあ高くはあるんだけども他のものに比べるととてもお値打ちな価格に見えてくると、いや高いよ18万も、はいそんな感じでございます。いやー参ったな、何買えばいいんだよ。ちなみに多分ね Mac mini とかだったら、今まだ、7時前にはなるんだけど、2月2日に出荷みたいな感じで、はい、まだあ怖っ、プロチップ結構人気あるのかも分からんな、もう 2,3 週間後になってるわ、マジか、はいという感じでございますね。ちょっと悩んで、まあもうポチってはいるんだけどね、悩んでね、いろいろポチっていこうかと思います。皆さんは何を購入されますか、待ちますか。個人的にはね、M3 まで待って円高にちょっと触れるぐらいなのを期待したいとこだけど、そうなってくるとねまた1年半とか2年近く空いたりするからね、そこが嫌なとこでございます。皆さんもね計画的な散財をすることをおすすめいたします。M1 MAX 持ってるんであればね十分です、もう十分なんです。ただやっぱり持ってるものがねパワーアップすることでテンション上がるよね、仕事に対するね、そういうことなんじゃないのかなと思います。すべてはコスパで計り知れない、はいということで本日はこんなところで、また皆さんお会いしましょう。じゃあのー。